ロフティングは20世紀前半にアメリカ合衆国で活動したイギリス出身の児童文学及び絵本作家。1886年、イングランド南東部のバークシャーに属するメイデンヘッドで時計職人を営むジョン・ブライアン・ロフティングの6人の子供の一人として生まれた。定説では、父のジョン・ブライアンはイングランド人、母のエリザベス・アグネスはアイルランド人とされる。 登山と釣りを修正の趣味とする。少年時代から動物や昆虫が好きで、母親が理念を収納すると棚に小動物を飼って、ミニ動物園を作ったりしていた。8歳から18歳まで、ダービーシャーにあるイエズス会系のマウントセントメアリーズ港で、寄宿生活を送る。幼少期より、世界各地を渡航したいと思っていたことから、土木技師を志し、 1904年に渡米して、マサチューセッツ工科大学へ入学する。1905年に MIT を中退して、イギリスへ帰国し、ロンドンポリテクニックへの編入を経て1907年に同校を卒業した。米国やカナダで鉱山の測量に、キューバやイギリスの保護領であった西アフリカのナイジェリアで、鉄道建設に従事したが、 その生活は楽しいものではなかったらしく後に、その一瞬一瞬、すべてを嫌をしていたと振り返っている。1912年に、米国人のフローラスモールと結婚して、ニューヨークへ移り住み、新聞や雑誌に短編小説やコラムを投稿する傍ら、イギリス情報省の駐在員を務めた。長女、エリザベスと、長男、コリンが生まれた後、 1916年にイギリス陸軍アイリッシュガーズ連隊の志願兵となり第一次世界大戦で西部戦線に赴くがこの際に負傷した軍用馬が治療も受けられないまま銃殺される光景に心を痛め二人の子供に当てた手紙に自身が創作した動物の言葉が話せる医師ジョン・ドリトル先生の物語を書き綴るこの物語の主人公である 医学博士、ジョン・ドリトル先生の肥満体で花が丸い、キャラクター造形はコリンがモデルになっているとされ、父の作った話がすっかり気に入ったコリンは、ドリトル先生を自称するようになった。ロフティングは1917年に戦地で負傷してアイルランドへ送還されるが、1919年に勃発したアイルランド独立戦争の戦火を逃れるために再び、 米国への移住を決意する。この際、大西洋を横断する米国行きの船内で、ロフティングと知り合った、小説家、ジャーナリストのセシル・ロバーツはロフティングが毎日、午後6時になると、必ず船室へ戻ることに気づき、理由を尋ねたところロフティングは、ドリトル先生に会いに行くと返答した。そこで、ロバーツが次に、ドリトル先生とは誰かを尋ねると、 コリンを紹介され、合わせて、ドリトル先生シリーズの原型となる、物語の原稿と挿絵を見せられる。この物語に感銘を受けたロバーツはロフティングに、この物語を出版するように進め、FS トークス社より1920年に、諸女作、ドリトル先生アフリカ行きが刊行された。コネチカット州へ転居したロフティングは、児童文学作家として、 本格的に活動を開始し、1923年にシリーズ第2作ドリトル先生公開期でニューベリー賞を受賞する。1927年、妻のフローラが死去。翌1928年にはキャサリン・ハローアート再婚するが、キャサリンはインフルエンザに感染し、再婚から1年を経ずに世を去ってしまう。私生活で相次いで不幸に見舞われたことが、 執筆活動にも影を落とし、また、ドリトル先生シリーズは依然として高い人気を維持していたが、ロフティング自身はマンネリ化を感じ、1929年間の第8巻、ドリトル先生月へ行くで、ドリトル先生を月世界へ置き去りにしたまま完結を図ろうとする。しかし、多くの読者は、この幕引きに納得せず、 シリーズの再開を求める要望が殺到したので、結局、ロフティングは1932年の番外編、ガブガブの本を挟んで1933年間の第9巻、ドリトル先生月から帰るで正式にシリーズを再開した。1935年、ドイツ系カナダ人のジョセフィン・フリッカーと再婚し、ロサンゼルスへ転居。1936年に、次男、 クリストファーが生まれる。第二次世界大戦の開戦に前後して、第十巻、ドリトル先生と秘密の湖の執筆に着手するが、体調を崩し1945年からの2年間は、病に伏せる状態が続いた。1947年、カリフォルニア州、サンタモニカ近郊のトパンガで死去。61歳。遺体は、急遽のあったコネチカット州。 キリングワースのエバーグリーン墓地に埋葬された。没後、ジョセフィンが妹のオルガ・フリッカーと共同で遺向を整理し、1950年から1952年にかけて、第11巻、ドリトル先生と緑のカナリアと、最終巻となる短編集、ドリトル先生の楽しい家の2作が刊行されている。なお、ロフティングは、 米国の永住権を取得した後も生涯にわたり、イギリス国籍を保持し続けたが、母国のイギリスでは、ロフティングは、米国の作家とのイメージが強く、代表作の、ドリトル先生シリーズも過去の作品として、扱われている。故郷のメイデンヘッドでも記念館や、記念碑のような、ロフティングの功績を検証するものは特に存在せず、メイデンヘッド図書館で、 出生証明書の現物や若干の資料を一冊のファイルで保管するのみに止まっている。大半の著書で総画もロフティング自身が手掛けている。米英で観光年が異なる場合、もしくは米英どちらか一方でしか観光されていないタイトルに関しては先に観光された側の観光年を挙げる。詳細はドリトル先生シリーズを参照。 日本語訳みかんの作品以下の作品は日本語訳が刊行されていない。日本で書籍として刊行された表伝は存在しないが、英米では以下の表伝が刊行されている。ありがとうございます。